はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第166回でございます。で、今回テーマが死守シリーズ。今週始めた新しい高校受験対策のシリーズなんですが、そこに込めた思いと、少しお休みをいただく形になるので、それの期間を、まあ、具体的にはちょっとね、言えないんですけど、このぐらいになるかなっていう目処を、お伝えしようと思いますので、よかったらお付き合いください。で、ちなみにね、隣にミナチョのね、息子が、いますので、ちょっとね、遊ぶ音とかが入るかも、大丈夫、眠い？大丈夫か？うん、いますので、大丈夫か？ちょっとね、声が入るかもしれないですけど、お気になさらず聞いてみてください。じゃあ、行きましょう。で、まあ、この死守シリーズですね、結構前から準備をしていて、まあ、いろいろ考えて考えて練って練って、今回リリースって言い方もあれか、まあ、始めさせてもらったんですけど、まず、こうなんだろう、再生回数もそうですし、あとはまあ評価数ですかね、高評価低評価の数とか、あとはコメントとかいただいたメールとか、ツイッターもそうですけど、すごいね、あったかい、こうなんだろう、いい風にというか、お役に立ててるんだなっていうのをすごい実感させてもらいました。評価数とかね、他のシリーズと比べてもう比じゃないぐらいな数にもなってたので、本当にありがとうございました。始めてよかったと思った、本当に。で、これはですね、なんだろう、まあ、塾講師を昔3年やってたんですけど、でその時からやっぱり数学って、まあ、他の科目もそうですよ、そうですけど、数学ってどんなに得意な方でもケアレスミスって出るんですよ、気をつけないと。で、このね、死守シリーズの最初の時にちょっと話をしましたけど、すごい簡単なね、この計算問題っていうのが、まあ、3点だったり4点だったりするわけですよ。で、みんなの地域がどのぐらいの、ね、人数の受験者がいるかもわからないんですけど、おそらく数万人っていう人が、まあ、受けるわけじゃないですか。同じその公立入試っていうものだったら。で、その3点とかの間ですごく順位が変わるんですよね。1問のケアレスミスだけで、ちょっとね、なんだろう、極端に言いますけど、その1問を落とす落とさないで、ね、取れる取れないで、受験に落ちる落ちないが決まる可能性だってあるわけですよ。で、なので、やっぱり、この時期って、ケアレスミスを減らしていくのって結構大事なのね。自分の中ではすごいそれを思ってて。だから、いや、10月、本当は10月の頭から始めたかったんですけど、ちょっと遅れちゃったんですが、始めさせていただきました。で、そのケアレスミスを減らしたいっていうところもありますし、あとは、その、実際に、高校受験っていうのが、人生において、受験が初めてっていう方はすごく多いと思うんです。中学受験とか、小学校の受験をしてない限りはね、まあ、幼稚園もそうか。初めてだと思うんですけど、まあ、もちろん、公立入試、ね、その受ける前に私立を受けたりする方も多いので、若干空気はその時にわかるとは思うんですけど、あれです、なんだっけ。公立が第一志望の場合、やっぱり第一志望の緊張感と、まあ、滑り止めって言ったら悪いけど、私立、まあ、練習で受けるっていう緊張感って全然違うんですよ。この公立入試、ここで失敗できないっていうのが出てくるので、最後は。で、その時に、数学受けますよね。まあ、得意不得意は関係ないです。受けた時に、まあ、今回やってる死守シリーズっていうのは、基本的に大問1、もしくは大問2のにちょろっと入るとこのレベルなんですよ。いつもできてるものが、あれ？ってなった瞬間に頭真っ白になることっていっぱい出てきます、これは。なんだろう。今日疲れるとか、不意を疲れるというか。で、さあその数学をね、まあ、50分、45分、50分わからないですけど、試験時間ありますよね。最初の大問1でこけると、もうその科目ボロボロになります。で、あと、その受験のね、科目の順番はわからないです。多分地域によって違うと思うんですが、数学って割りかし早くあるイメージがあって、2次元目、3次元目ぐらい、3時間目とかにあると思うんですけど、科目1個バタバタって崩れると、その後の科目にもちょっと影響が出るんですよ、やっぱり。どうしても、ああ、やっべ、数学やらかしたかもしんないって思いながらやんなきゃいけなくなるので。でも、それってすごい負のスパイラルというか、マイナスがどん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 ね、こう連鎖していっちゃうのね。で、本当にそんなんさせたくないんだよ。で、実際そうなっちゃった子をたくさん見てきてるんで、そう。だから、それを防ぐためにも、ここの大問1とかをしっかり取れるようにしておいてほしい。で、今、取れてたとしても、それを本番に、緊張感の中でも取れるようになってほしいんです。
落ち着いてね。で、もう一個、逆に発想すると、逆に言うとね、大問1、まあ特に数学あんま得意じゃない方とかは、最初取れると、5問6問ポンポンポンって取って、あ、いけるって思うと、その後に自信がつくのと余裕がつく、あるので、いつも取れない問題もちょっと取れたりすることがあるんです。まあ、いつもの力を以上に発揮できることもある。っていうところもあるので、数学、まあもちろん数学だけじゃないんですけど、それぞれの科目の最初ってものすごく大事なんです。そう。だから、このシリーズをやりたいなと思って、まあ準備を、まあ1ヶ月ぐらい準備かけて、ね、時間かけてやってきたんですけど、まあこんな感じでリリースさせてもらいました。で、実はですね、今回このダラダララジオで一個お願いしたいことがありまして、これね、ものすごくちょっと力を貸してほしいとこなんですけど、この詩集シリーズ、実はもう一科目取りたいって思ってるんです。それが理科なんです。で、なぜかっていうと、最近ですね、まあ、過去問ちょっと全部まだ見れてないんで、まだ都道府県なんか2つ3つしかチェックしてないんですけど、ここ数年で、理科の受験科目の大問1が数学みたいな小問集合になってる都道府県が増えてるらしいんですね。で、もちろん地域によっては、もう大問1が、例えばじゃあ何しようかな、電気の問題。大問2が化学変化。なんか混ぜて酸化しました、還元しました、みたいな。大問3がどうしようか、じゃあ音と光、みたいな。で、もう単元ごとに分かれるんですね。大問1はこの単元、大問2がこの単元ってなってたんですけど、それだと、こう、じゃあ、勉強してきたところが出る出ないに差が出てしまうので、大問1に小問集合。例えば、大問1の括弧1で、地震の基礎的な問題。括弧2で葉っぱの基礎的な問題みたいな。基礎的な問題を8問から10問、大問1にこう詰め込むみたいなのが結構増えてるらしいんです。これ聞いた話なんですけど。で、チェックしてみると、確かに、ここ2、3年で、なんか受験の出題科目、出題傾向が変わってるみたいな。のがあるんですよ。ただ47都道府県全部チェックちょっと個人できついっていうのと、できればやっぱ時間を借りてそっちのチェックする探す時間を削らせてもらって動画の撮影に当てたいんですね。なので何をお願いしたいかっていうと、皆さんがお住まいの地域でさっき言った理科の小問集合です。簡単な問題がもう式なんだろう詰め込まれてる、特に大問1だと思うんですけど、があるかないかを教えてほしいんです。で、できればツイッターの方がいいんですけど、この動画のコメント欄でも大丈夫です。で、書き方としては、ほにゃらら県、まあ、都道府県の名前ですね。北海道とか京都府とか、ね、県、都道府県の名前を書いてもらって、できれば、平成何年以降にありますよ、みたいな感じで書いていただけると、非常にありがたいです。で、これがある程度の数があるようだったら、やってみようかと思っております。理科もやっぱり同様で、最初に小問集合で取れるかどうかすごい大事なんですよ。なので、もし、力を貸していただけるようだったら、ぜひよろしくお願いします。で、数が集まりそうであれば、近いうちに、そうですね、11月の2週目、3週目には始めたいなと思っておりますので、ぜひお力をお貸しください。よろしくお願いします。で、詩集シリーズ、本当はね、もっと喋りたいことあるんですけど、はい、もう8分半なんで。まあ、おいおいちょっとずつ話していこうかなと思います。この後もね。ただ一番は、とにかく受験本番で、みんながいつもの力、できればいつもの力以上のものを出してほしいっていうのと、ほんと大問一番でミスった、後でミスったことを気づいたら、すごい後悔するというか、テンション下がるんですよ、やっぱり。なので、確実に、まあ、9、まあ、だいたい8問ぐらい、8問9問ですけど、を取れるっていう風になってほしいなと思ってこれからも続けさせていただきます。で、最後にちょっとお休みいただく話なんですけど、まあ、自分のちょっとね、プライベートの話になってしまうんですが、今週の多分27、まあ、26か27あたりから11月のまあ、1日ぐらいまでに収められればなと思ってるんですが、その期間、まあ、約5日間ぐらいですかね、動画がアップできなくなる可能性があります。可能性というか撮影ができないんです。その期間はもう確実にできないので大丈夫か、できないので、今撮りだめ一応してるんですけど、ただその期間全部毎日上げれるぐらい撮りだめちょっと厳しいんですね、今スケジュール上。なのでどれだけ
取りだめできるかにもよるんですが、27あたりから11月の頭、まあ、1日ぐらいまで、もしかしたらアップがしなくなるかもしれないんですけど、そういった事情があるだけなので必ずすぐ復活しますんで、その点ちょっとご容赦いただけたらと思います。はい。ただもしかしたらうまくことが運べばね、もうちょっと早く復活できると思うんですけど、そんなことになっておりますので申し訳ないんですが、よろしくお願いします。で、11月にはさっきも言った理科の方の刺繍シリーズができるようだったら始めます。で、あと事前に言っていた中学生の古文の基礎ですね、かなり古文基礎の動画を始めます。で、英語の受験対策ではないですけど、英語の新しいシリーズを1本ずっと用意してるんですけど、なかなか取れなくて、すごい取るのに時間かかるシリーズなので、それでちょっと取れてないんですけど、その3つの新シリーズを11月に、始められたらなとは思っておりますので、もしよかったら、まあ、すでにね投稿してるものも含めて使ってもらえたらと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。では急ぎ足になりましたが、皆さん眠い？大丈夫？ここまでねご視聴いただきありがとうございました。で、来週が30日なんですよね。で、そこはですね、アップで投稿できない可能性の方が高いです。はい。で、投稿できなかった場合は、復活できた時に復活しましたっていう動画で、代わりにとしようと思っておりますので、ちょっと日程がずれますけど、ぜひ次回の方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。バイバイ。いいよ、バイバイって言う。バイバイって。バイバイ。はい。パパ。ん？